く組み立てられていく自動車。そこには確かな製品を作り社会に貢献するという研究と創造の精神とものづくりを大切にする熱意が脈々と受け継がれています。徹底した無駄の排除によりお客様に良い製品をタイムリーにお届けするために構築されたトヨタ生産方針。それは人間のついた自動化とジャストインタイムという思想を2本の柱とした日本独自の生産方式です。今や優れた生産システムとして世界的な広がりを見せているトヨタ生産方式。これからそのルーツをご紹介しましょう。トヨタ生産方式の一つの柱である人弁のついた自動化、それは自動食器の発明で世界的に評価を得た豊田佐吉にそのルーツを求めることができます。かつて食器は人の手と足を使って布を織っていました。それは縦糸の間に横糸を右から左へ左から右へと交互に通す大変手間のかかる作業でした。まあ、勉強してるつもりでいいんですね。子供の頃から佐吉は発明によって世の中に貢献しようと思っていたこともあり、旗を織る母親の姿を見てもっと楽に織ることができないかと食器の研究を始めました。そして1890年佐吉は初めて豊田式木製人力食器を発明しました。それは片手で長を前後させるだけで横入れが同時にできるように工夫されたもので、従来に比べ能率が4割から5割も上がりました。佐吉は次に動力化への研究に取り組み、1896年豊田式気力食器を完成させ、その後も改良に改良を重ねました。1924年長男の喜一郎とともに世界で初めて高速運転中に横糸の火を補給する無停止被害式トヨタ自動食器 G 型を完成させました。それではここで G 型自動食器の優れた機構の一つについてご紹介しましょう。縦糸が切れたまま織り続けるとこのような不良品ができます。これを防ぐためにすべての縦糸に薄い金具を吊り下げ、縦糸が切れるとこの金具が下に落ちて食器を止めるのが縦糸切断自動停止装置です。現在のように高度に進んだ電気的光学的センサーのない時代に、縦糸や横糸が1本でも切れたら食器を瞬時に止め、不良品を絶対に作らないという佐吉の発明はまさに驚異的なものでした。この G 型自動食器は食器の連続運転を可能にし、1人の作業者が30台以上の食器を受け持つことができるようになり、欧米からも非常に高い評価を受けました。佐吉がこれまで取り組んできた発明の原点は、異常があれば止まる、不良品は絶対に作らない、人を機械の番人にしないという点にあります。そして佐吉のこれらの考え方はただ動くというだけではなく、動きが価値を生む働きにならなければならないというもので、後に人弁のついた自動化と名付けられ、新たなコンセプトとして確立しました。品物を置いとくだけだなし、こういうあれね、いろんな説明せんやらね、次にトヨタ生産方式のもう一つの柱であるジャストインタイムについてご紹介しましょう。これはトヨタ自動車の創業者である豊田喜一郎にそのルーツを求めることができます。ジャストインタイムはな、喜一郎さんが愛する。喜一郎は G 型自動食器の開発とともに量産体制の確立にも力を注ぎました。1926年には豊田自動食器製作所を設立し、 G 型自動食器の組み立てにアメリカ式の流れ作業を導入して本格的な量産を開始しました。1929年自動食器の技術供与のために欧米へ渡航した喜一郎は、アメリカでのモータリゼーションの発達を目の当たりにし、自動車の開発に取り組むことを決意しました。
しかし当時の経済情勢や技術力から国産化には周囲の強い反対がありました。それでも喜一郎の開発への意志は固く、強い反対を押し切り食器工場に研究室を設けて小型エンジンの研究を始めるとともに、精密で高価な工作機械の購入も積極的に行いました。そして1935年にはトヨタ A1 型乗用車の試作車を完成。翌年からトヨタ初の乗用車である AA 型乗用車の生産を開始しました。1937年、喜一郎は本格的な量産工場を目指し、衣工場の建設に着手しました。これとかダブってるんだ、前だと。工場建設にあたって喜一郎は、アメリカ式の量産体制をさらに発展させた独自の生産システムとして、ジャストインタイムという考え方を提唱しました。ジャストインタイムは喜一郎さんもあれしたのか。それは、必要なものを必要な時に必要なだけ作るというもので、無駄なものは一切作らないという思想でした。しかし当時は品質・性能の優れた自動車を作ることで精一杯の状況でした。また喜一郎はジャストインタイムをさらに具体化し実践しようと考えていましたが、1941年に太平洋戦争が勃発。そして終戦。戦争によって志を中断された喜一郎は豊田英治に3年でアメリカに追いつけとその実現を命じたのです。しかし当時アメリカの自動車の生産性は日本の8倍とも言われ、またトヨタは資材も資金も乏しい状況でした。